ウカシュ・ファビアンスキは、ポーランドルブシュケンコスチンなどドロン出身のサッカー選手、プレミアリーグウエストハムユナイテッド FC 所属、ポーランド代表、ポジションはゴールキーパー、ウカシュ・ファビアニスキとも表記されることもある。レギアはルシャは、編集コストシンなどドロンに生まれ、ポロニアスービセでキャリアを開始した、ファビアンスキは、14歳の時に独立したサッカーアカデミーである。 MSP 社もトゥイで技術を磨き、その後、様々なクラブでプレーする中で2004年夏に、イングランド一部のアーセナル FC の訓練に招待されて参加した。アーセン・ベンゲル監督に感銘を与えたものの、最終的に母国へ戻ることを決め、2004年9月1日に、レフ・ポズナンと契約し、それから約4ヶ月後の12月30日には、 アルトゥール・ボルツの後継者候補としてレギア・ワルシャワと4年半の契約を締結した加入1期目こそそのボルツの存在から出場機会を得られなかったがシーズン終了後にボルツがセルティック FC へ移籍したことで2005年7月24日のアルカグディニア戦でエクストラクラサ初出場を飾り同2005から06シーズンのリーグ戦に前試合出場を 果たして優勝に貢献。さらに同シーズンと、翌2006から07シーズンの2期連続でカナルが選定するピルカースキーをスカーリーの最優秀ゴールキーパーに選出されたアーセナル編集控えの日々アーセナル FC とレギアワルシャワで移籍金で合意した後、2007年5月8日にロンドンで医療検査を受けていることが報告され、5月11日に ベンゲル監督もこの動き認めた。5月26日に正式に長期契約を締結した後、9月25日のニューカッスルユナイテッド FC とのフットボールリーグカップで初出場を飾ると、10月31日のシェフィールドユナイテッド FC 戦で初首相を務めると、主にカップ戦で出場機会を得て4月28日のプライドパーク。 スタジアムでのダービーカウンティ FC 戦で、念願のリーグ戦初出場を飾った。続くエバートン FC 戦、サンダーランド AFC 戦と連続で先発を務めて、最初のシーズンを終了した。アーセナルでは、イェンス、レーマン、マヌエル・アルムーニアの存在のみならず、2008年1月22日の、トッテナム・ホット・スパー FC 戦で、ロビー・キーインの正面からのシュートをつかめず得点を許す。 場面や2010年2月17日の FC ポルトとの UEFA チャンピオンズリーグ2009から10ではシルベストレ・バレラのクロスを自陣のゴールに引く失態で先制点を献上しさらに味方 DF ソル・キャンベルのバックパスを手で拾ってしまい間接フリーキックを与えると素早い再開に対応できずラダメル・ファルカオに得点を決められてしまうと自身の不安定さから 多くの出場機会を得られずにいた。また、2010年1月24日の FA カップのストークシティ FC 戦でも力を示すことができず、チームは敗退したものの、ベンゲル監督から最高の GK の一人になることができると考えている、と公に語られるほどに能力を買われていた。そのような状況の中、2009から10シーズン終盤に、アルムニアが手首を負傷したことで最後の4試合に、 連続出場し、ウィガンはスレティック FC 戦、ブラックバーンローバーアッツ FC 戦で、自身の失態により敗北を喫した一方、ホームに迎えた、マンチェスターシティ FC 戦とフラム FC 戦では、無失点に抑えて、勝ち点獲得に貢献した。つかの間の選手ごしん0 1 0年、アーセナルでのファビアンス気作機と変わらずにアルムニアに次ぐ二番手として、開始した2 0 1から11シーズンは、 2010年9月21日にホワイトハートレーンでのリーグカップのトッテナムホットスパー FC 戦でシーズン初出場を飾って勝利を収めるもロビーキーインの長距離シュートによる同点弾を防ぐことができずに各メディアから批判の対象となる不安定なものだった。しかしアルモニアの負傷によりシーズン2試合目となった1週間後の アルチザン・ベオグラードとの UEFA チャンピオンズリーグ2010から11では、後半にクレオの2度目のペナルティーキック、試合終了間際のイビツァイリエフの至近距離からのシュートを防ぐ活躍を見せると、試合終了後にベンゲル監督から申し分ないトップパフォーマンスを称賛され、クラブの公式サイトでは、ファン投票により、同試合の最優秀選手にマルアーヌ・シャマフと共に、 選出される満足のいく結果となった。続くリーグ戦初出場となった10月3日のチェルシー FC 戦10月24日のマンチェスターシティ戦で無失点を達成して公式サイトのファン投票で再度最優秀選手に選出されるとリーグ戦でも高いパフォーマンスを示すとマンチェスターシティ戦終了後にベンゲル監督からアルムニアにとって変わって 政治系を任せる可能性を示唆された。その一方で、パルチザン戦から数試合好調を見せている中、11月7日の入ッする戦で、ジョーイバートンのフリーキックをつかめずに、アンディキャロルに決勝点を挙げられ、フラッピー・ハンドスキと不名誉な愛称で呼ばれた。しかし、次のウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC 戦では、試合終了間際のシュートを防いで、そこからロングスローによる、 カウンター攻撃の起点となって、味方の得点につなげると、さらに次のエバートン FC 戦で、スカイスポーツ選定の最優秀選手に選出される、活躍を見せていた。重要なマンチェスターユナイテッド FC 戦こそ、負傷により欠場となったが、同様に重要な試合である12月27日の、チェルシー FC とのビッグロンドンダービーで復帰すると、決定期を防ぐ活躍で勝利に貢献した。 しかし、2011年1月5日のマンチェスターシティ、戦前のウォーミングアップで肩を負傷する、思わぬ事態となった。試合に出場したものの、同試合を最後に、負傷の影響から同胞、ボイチェフ・シチェスニーにポジションを奪われる形となり、その後、肩の手術をするために2月3日をもって、チームから離脱することが決定した。再び控えの日々2011から12シーズンは、 シュチェスニーの安定感あるプレーからカップ戦での出場のみに止まったもののそれでも聖手ご神の座を諦めることがなかったファビアンスキは肩の負傷も言えたことで翌2012から13シーズンはシュチェスニーとの定位置争いに挑戦することを口にしたその後シーズン終盤になりシュチェスニーの負傷によって2013年3月13日の バイエル・ミューンヘントの UEFA チャンピオンズリーグ2012から13、第2戦という重要な局面で先発を務め、得点圏を何度も阻む活躍で無失点での勝利に貢献すると、続く3月16日のスーンジ、シティ・ AFC 戦でも、再度無失点を達成し、レデ,ディング FC 戦、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC 戦、ノリジ・シティ・ FC 戦と連続で、 リーグ戦に出場した。この活躍に、クラブの伝説的な GK デビットシーマンから、シュチェスニーが復帰しても、すんなりと、正 GK に戻れるかどうかわからないほどに、ファビアンスキはよくやっていると称賛される充実した日々を過ごしていた。しかし、2013年4月19日にアバラら骨に、日々が入ってることで治療に専念することが決定し、またしてもシュチェスニーにポジションを譲ることとなった。 以後は、シチェスニーの控えとして地位が確立してしまい、翌2013から14シーズンは、カップ戦での出場にとどまっていたことで、2014年2月19日に、出場機会を求めて対談することを示唆した。スウォンジーシティ、編集2014年5月28日、自由契約で、スウォンジーシティ AFC に移籍した。 2015年7月チームとの契約を2019年まで延長した。2016から17シーズンはプレミアリーグで最多の69ゴールを許したがチームのプレミアリーグ残留に貢献した。ウエストハムユナイテッド編集2018年6月20日、ウエストハムユナイテッド FC と3年契約を締結したことが発表された。同シーズンはリーグ戦全試合に出場。 148本のシュートをセーブし、チームの危機を救った。2019から20シーズンも、選手五神を務めたが、第7節の AFC、ボーンマス戦で負傷し、4ヶ月間の離脱を、余儀なくされた。U-21 代表でレギュラーを務めた後、クラブでの活躍から2006年3月28日の、サウジアラビアとの親善試合で A 代表初出場を、 飾ると、同年の 2006FIFA ワールドカップのメンバー入りを、果たして第 3GK を務め、UEFA ユーロ2008でも控えだった。UEFA ユーロ2012では、当初メンバーに選出されていたものの、2012年5月26日の、スロバキア戦前に肩を負傷したことで、本大会欠場が発表され、グジェゴシュサンドミエルスキに譲ることとなった。弟のアルカディウシュも、 同じくサッカー選手でゴールキーパーである、レギアワルシャワアーセナル FC、ありがとうございます。